イスハクベイクラロール、先例名、シニスムンド・トマシェビチは、ボスニア・オースティエパン・トマシュの王子、ドーボイモート・カタリナと並び、知られている限り最後のコトロマニッチ家の人物である。1463年に、ボスニア王国が、オスマン帝国に征服された際に捕らえられたが、イスラム教に改修した後、メフメト2世の従者となり、最終的に、 三弱イコール米の地位まで昇進した。スティーパン・トマシュ・シギスムンドは、コトロマニッチ家のボスニア王スティーパン・トマシュと二番目の王妃カタリナ・コサチャイコールコトロマニッチの息子として生まれた。1449年にスティーパン・トマシュが王子の誕生をラグサ共和国に伝えているが、これはおそらくシギスムンドのことを指している。ラグサ共和国は慣例に従い、 両親と幼児に贈り物を贈った。1453年には妹カタリナが生まれた。またスティーバン・トマシュと前妻の間にイボアニ・スティーパンがいた。母方の一族はシギスムンドを時代のボスニア王に据えようとしたが、1461年7月にスティーヴパン・トマシュが死去した後はイボアニ・スティーヴァン・トマシッビチが後を継ぎ即位した。 シギスムンドの母方の祖父であり、王国内で最強の大貴族であったスティーパン・ブクチッチコサチャは、差し迫った、オスマン帝国の脅威に立ち向かうには成人した王が、不可欠であると理解し、シギスムンド擁立を取り下げた。通説として、スティーパン・トマシェビチの在住シギスムンドは、妹や母と共にホイニツァのコゾグラド城で、育てられたと言われるが、実際には、 王がこのイボ亭を八重の王宮で蕎麦近くに置いていた可能性が高い。というのも、古外ナイスティエパントマシェビチにとってシギスムンドは推定相続人であったからである。1463年5月、オスマン帝国がボスニアに侵攻した。抵抗を諦めたボスニア王族は、天でバラバラに分かれて、クロアチアやアドリア海沿岸へ逃げることで、オスマン軍の追求を振り払おうとした。 シニスムンドと妹カタリナは母と別れて逃げたが、刃津に近いズベチャイの町でオスマン軍に捕まった。国王スティエパン・トマシェビチはクリチでオスマン軍に投降し、間もなく斬首された。一方で母校カタリナはアドリア海沿岸へ逃げを伏せた。彼女は夫が持っていた銀の剣をラグサに置き、息子シニスムンドが トルコ人の手から解放された際に渡すように命じた。その後カタリナは、ローマに住みながら、シギスムンドとカタリナの兄弟の身ロキ金を苦面する、日々を送った。また1474年には、母カタリナは、オスマン帝国の国境地帯に赴き、イボテイでイスラム教に改修し、オスマン帝国の政治家になっていたヘルセクザで、アフメドパッシャと接触しようとしたが、失敗した。 メフメト2世1473年、シギスムンドは、オスマン帝国のスルターンメフメト2世の従者の一人として、オトルクベリの戦いに参戦し、白羊町のウズンハサンに勝利した。彼は、際立って、メフメト2世の傍ら近くに使えるようになっていた。二人は、食事を共にし、バックギャモンに興じることもあった。シギスムンドはゲーム中に、 たびたびうろたえるのを隠さなかったり、無作法な冗談で、メフメと二世を楽しませたりしたという。1475年頃、母カタリナが、身の白金を支払おうと最後の試みを行い、失敗に終わったのを機に、シギスムンドはカトリックから、イスラム教に改修し、イスハクベイクラロールと呼ばれるようになった。彼は少なくとも1476年春、重帝のマティア・サバンチッチが、 オスマン帝国支配下の傀儡ボスニア王に建てられた頃にはイスラム教に改修していた。彼自身もこの傀儡ボスニア王の候補として考えられていた。母カタリナは1478年10月に死去するが、その直前にシニスムンドがキリスト教信仰を取り戻した場合という条件付きで彼をボスニア王の後継者に指名する遺言を残した。イスハクベイは おじアフメドパシャに従い、メフメト二世とその子バヤジと二世への知性下で、軍人として、急速な昇進を重ねていった。彼は、アナトリア半島の枯れ水の三尺イコール米のポストを得た。1485年から1491年のオスマンマムルーク戦争では、当初ハドゥムヤクプパシャの指揮下で、ついでおじの指揮下に入って、アダナ付近で戦った。 1486年、アフメド・パッシャとイスハク米は、他の三弱イコール米と共に、マムルーク軍に敗れ、捕虜となった。しかしイスハクは1488年8月17日までに、エジプトから脱走し、オスマン軍に復帰した。次のマムルーク軍との戦いでは右翼に参陣したが、早い段階で撤退して、味方の敗北を招き、裁判にかけられたものの放免された。 イスハクベイに関する記録は1493年9月9日のクルババの戦いを最後に途絶える。イスハクベイは知られている限り最後のコトロマニッチ家の人物であった。ありがとうございます。